別栽培米でございます。秋田小町ね。その2、これを投与します。これね、じゃじゃーん、天然の醤油で、残念ながらここにね、よし、残念ながらというか、まあ普通の卵ですね、よいしょ。いや、米がね、光る光る、ピッカピカですよ。これをね、まあ、自分の顔をどうやって撮ったらいいのか、まあ、こんな顔です。でね、今のがどう映ったのかよく分かってないんだけど、まあ、こんな感じでね、米を炊いてみました。そして特別栽培米の中にね、さらに醤油も、普通の天然の塩ね、で作ったね、天然の塩というか、まあ醤油も厳選されてますけど、天然の醤油ですよ。この卵をね、用意しておけなかった。で、これがやっぱりいいでございますよ。うん、まあ、美味しいものを食べるとね、食べようとするときは言葉もね、綺麗になっていくっていう、うん、なんて素敵な。食べてみます。もちもち、米が磨き上げられてね、ピカピカしてる。よいしょ。うん。食事していきます。卵かけご飯をね。本当に米はね、うまい。うん。いや、ほんとうまい。今ね、僕が昨日まで食べてたのは胚芽米と言いまして、磨き上げられてない米なんですよ。胚芽っていう部分、栄養価が高い部分を残して、置いてるんで、うん、そうするとね、若干まあ灰色、灰色っていうのは言い過ぎなんですけど、綺麗ではないですね。茶色みがかった米になってます。うん、美味しい。うん。ということでね、本当に美味しい米でございます。どうなって見えるかどうかわかんないですけど、このようになってます。このようにね、私は土鍋で米を炊いてますんで、まあ、こんな土鍋ね、上から見ても土鍋、横から見ても土鍋と、うん、いいね。で、土鍋とこんな具合で、あんまりね、刺すもんじゃないって言われるんでね、あれなんですけど、まあ、卵かけご飯と、そして特別な醤油、うん、昔ながらの醤油でいただきましたよ。いや、今日のご飯は美味しいございました。まあ、これからもね、バッチリ食べていくんですけど、ね、動画として撮らせていただきました。はい、本日もね、動画を見ていただきましてありがとうございました。まあ、こたつの上で。